改めてストックサム認定パートナーの内野と申します。皆様よろしくお願いいたします。今回はバチトル君のディレクター陣の方々からご質問いただいておりまして、いただいたご質問の部分にご回答させていただければというふうに思っております。本日ですね、質問が2点ございまして、1点目が、まあ、運用者の部分とフロントの部分両方兼ね備えている質問になるんですけども、メタ広告だったりリスティング広告などの広告の商材がある中でお客さんにご提案するときにですね、どういった内容であったりとか理由とか要因とかいろいろあると思うんですけども、予算化によって媒体を変えていくのか、もしくは商材で変えていくのか、もしくはお客さんの規模感で変えていくのかってもろもろあると思うんですけども、そこのところで例えばリスティングであればこういった商材とかですね、メタであればこういった商材とか、私が普段携わっている住宅会社であればこんな感じですっていうところは格好付けで書かせていただいたんですけども、そこのところの提案するときにいつも心がけているところだったりとか注力しているところを聞いていければと思っております。で、2点目がこちら運用者目線であるんですけども、リスティング広告メタ広告の運用する際に PDCA 回すと思うんですよね。その際に2番目以降ですね、注力する点をお聞きできればと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。まず1点目の方のご提案する際のメディアの選定基準であったりとか業種であったりとか企業様の規模感、あとはご予算もですよねというところで、どういったメディアの相性がいいのかというところなんですが、全体の部分でいくと、例えば予算1億超えますとか企業予算3億超えますとかってなってくると大きく話が変わってくるので、そこは除外させてください、はい。まあ、本当にがっつりメディアプランをフライオンライン含めてやるような場合ですね、中規模と小規模、人々によってちょっと観点が違うと思うんですけれども、一旦ここで言う低予算っていうのが30万円以下とか10万円ぐらいみたいな形の想定でよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。30万円から10万円であると、例えばキーになってくる要素が、僕はクリック単価の要素がキーになってくるかなと思っております。これなんでクリック単価なのかというと、リスティング広告を実施する場合であったりリプレイ広告を実施する場合、基本的に Yahoo か Google のどちらかになってくるかなと思います。その場合に基本的にはクリック課金になると思っていまして、例えば小さな住宅会社さんであった場合に選定されるキーワードが、これは住宅会社さんは建築になるんですかね、それとも設備とかになるんですかね、それとも塗装とかになるんですかね。建築になります。建築とかになってくると、例えば静岡清水注文住宅おすすめみたいな形のワードで調べていく方がいると思うんですね。小さな住宅会社さんであると、おそらく提供範囲も全国とかではなくてエリアが限られているかなと思っております。なので限られたエリアの中で、まずキーワードプランナーとかというツールがもしご存知であったら話が早いんですけれども、キーワードプランナーというツールであったりとか、メタのオーディエンスインサイトというツールであったりとかで、事前にどれぐらいのクリック単価なのかであったりとか、どれぐらいの費用をかけたらどれぐらいリーチできるのかという部分がある程度予想ができるツールを提供いただいております。このツールの部分が非常に重要で、例えば1クリック1000円かかっちゃいます、予算10万円ですってなっていった場合に、配信できるクリックのボリューム数が少ない可能性が非常に高いんです。なのでクリック単価が高い場合であったりとか、例えば注文住宅さんであったりとか住宅会社さんで建築であったりすると、大手さんがとんでもない予算でリスティング広告を回しているケースがあるんですね。そこと戦っていかなくてはならない。しかも大手さんだと全国が商戦になっているので、そこと戦っていくときに我々はちょっと分が悪いですよね。1億とか毎月使っている企業さんに10万30万で立ち向かうというのはかなり分が悪いので、リスティング広告を実施する場合は本当にドンズバ、このキーワードだけで調べてくれた人は必ず注文しますというようなキーワード、具体的に言うとブランド名であったりとかエリアをすごく絞るみたいな形のキーワード選定が望ましいかなと思っております。その際キーワードでもエリアを絞るんですけれども、配信するターゲットのところでもエリアを絞る方が効果がいいケースが多いです。一般的な話でいくと、ターゲットを狭めると入札単価が上がるので、ターゲットは狭めないでキーワードで狭めましょうみたいなこと言われるんですけれども、あまりにも小さい場合は、そもそも例えば北海道でそのキーワード検索しちゃった人とか、九州の会社で北海道で検索しちゃった人とか出てきたら、すごい効果が悪くなることは目に見えている。その場合は対応証券のターゲットに絞ってエリアをリスティング広告のキーワードを配信する。ただしリスティング広告はおそらく10万円分線を組んでもクリック単価をかなり抑えてキーワードをすごい狭めていった場合、1万円2万円使えるか使えないかのラインだと思うんです。残りの予算などは、例えば住宅会社さんとかであれば、後ほどちょっとラーメン屋さんの部分のご質問もあるかなと思うんですけれども、無料でできることを全部やるのをお勧めしてます。ここでいう無料でできることというのは MEO であったりとか、住宅のところでいくとまだまだちょっと親和性の部分難しいところあるんですけれども、メタ関連、要は Facebook、Instagram ですねであったりとか、その他のところでいくと、自社でもしサイトをお持ちなのであれば、自社のサイトで記事をしっかり上げていくとか、
というところであったり、まずは無料でできる部分をしっかりやっていきましょうと、余力があったら TikTok、YouTube を上げていただくということも好ましいところであるんですけれども、基本的には無料でできるところを全てやりきってタッチポイントを増やしていくと、だったらばご予算が少ないところ、エリアが限られているというところなので、そういったところをおすすめですと。小さな建築をやられている会社様ですと、おそらく今までの営業手法もホスティングであったりとか飛び込みであったりとかリファラルといいますかご紹介であることが多いとは思いますので、今までは単純にいい人いたら紹介してくださいとか、この辺で家新しくそんな使ったらいないですかってやっていたのを、いや最近 Facebook 始めましてみたいな、投稿してるんで見てくださいみたいな、そんなような話の広げ方もできるので、まずは無料でできることをやりきるという話を僕ならしますというのと、報告の部分の回答に関してはリスティングは下手に大規模なところと戦っていくと勝てない可能性があるので、しっかりキーワードの選定をしていくというところとターゲットの設定を行いましょう。ただその場合予算が10万円でも履けないケースというのも全然あるかなと思いますので、残りのご予算の部分に関してはクリエイティブをしっかりご用意できますであったり、 LP の受け皿をしっかりしていますというところであれば、メタの広告なども相性がいいかなと思っております。ディスプレイの広告に関してはサイトに来訪された方にのみ広告を配信するというリターゲティングの広告があるんですけれども、 Google だとリマーケティングとか言ったりするんですが、この広告の部分がサイトに来た方にだけ広告を出すというところなので、非常に相性がいい可能性が高いです。ただその場合サイトに来る方が身内の可能性がすごい高いので、なるべく除外できるところは IP アドレスの除外をするであったりとか、一度来訪された方であったり来訪フリクエンシーの数が多い方に関しては除外設定をするであったりとか、そういったようなご設定をすることで比較的効果の方は改善しやすいのかなと思っております。いかんせんそのご予算が限られているというところは前提としてございますので、その場合は努力量と汗でカバーするという部分でお客様に頑張っていただくか、もしくは我々側の方で、例えば巻き取る君で今広告でお話を受けておりますが、インスタグラムの投稿できるものもおりまして、そういったようなクロスセルをしていくような形がいいかなと思っております。丸1のところでご質問などございますでしょうか。今の説明で分かりやすかった、ありがとうございます。次がリスティングメタの広告運用する際の PDCA の回し方としてというところに関しては、一つ目のところが PDCA の回し方として基本的な視点の優先度なんですけれども、ご予算の部分と行われるコンバージョンの敷居の高さ低さによって大きく変わってきます。ご存知かと思うんですけれども、メタでしっかりコンバージョン最適化で配信をしていく場合、最低限でも1週間20件はコンバージョンが欲しいな、欲を言うのであれば50件以上欲しいところではあるんですけれども、最低限でも20件はあれば効果が良くなってきやすいなという傾向があります。もし本コンバージョンで20件であったり50件のハードルが高いよということでございましたら、マイクロコンバージョンというところご存知かとは思うんですけれども、例えば購入の一歩手前のカートの部分であったりとか申し込みフォームの部分にコンバージョンをずらすという形で、とにかく学習用のピクセルを学習させるというところにフォーカス当てます。例えばクリエイティブ優先順位でいくと、まずそのコンバージョンの数を蓄積していきましょうが優先順位を高めることで、その手前のところでクリック単価を下げるためにクリエイティブを変更するであったりとか、興味関心であったりとか、キャプションの文字を変えるなどというところはあるとは思うんですけれども、クリエイティブの要素というところに関しては細かな調整をするだけだとあまり大きな違いが出ないです。全く違う、例えば女性を使ってます、男性を使ってますとか、ビジュアル全く変えるであったりとか、そういったところが最も効果が分かりやすいです。なので小手先で変に PDC を回すというよりは、どちらかというとコンバージョンポイントの部分の見直しであったりとか、未だにキャンペーンガチャであったり広告セットガチャみたいなところが少額予算だと発生しがち、長期間で予算をかけて、例えば月300万円使ってますみたいなクライアント様ですと、おいおいコンバージョンがついてくれば最適化がかかるので、キャンペーンガチャとかもあまり無視していいと思うんですけれども、ご予算が限られている場合はある程度キャンペーンガチャの要素というところを見ていかないと結構手痛い目にあってしまいますので、そこの部分の方に関してはちょっと調整が必要かなというふうに思っております。要約をさせていただきますと、まずはコンバージョンがついてるかついてないか、ここを真っ先にチェックしてみてください。で、全くついていない場合は、個人的にはハードルの高い商品である可能性が高い。このハードルというのは商品の単価がめちゃくちゃ高いか、例えばマンション投資を買いませんか、多分買うやつ少ないと思うんです。この辺の食パン買いますって人に絶対少ないはずなんで、商品のハードルに応じてコンバージョンのポイントを変えてあげる。具体で言うと、例えば投資用マンションを買いませんかであれば、資料請求の申し込みフォームであったりとか、場合によっては LP 来訪というところまでアタックしてしまっても全然学習になる可能性はあります。逆にファッションで T シャツ1枚500円ですみたいなところでロアスを200倍以上出したいという場合は、購入とか
まで置いていっても全然変われる方が多い可能性がある。それで全く変われない場合はクリエイティブとの親和性がすごい悪い可能性があるので、クリエイティブの見直しであったりとか、クリエイティブは基本的に動画を使う方が望ましいんですけれども、動画のクリエイティブをしっかり導入するであったり、メタの部分でいくと ASP というキャンペーン設定が新たに追加されておりますので、 ASP の方にターゲティングを任せていくというところも一つの手法です。ターゲティングに関しては今興味関心と記載いただいてるんですけれども、基本的には最初はノンターゲをお勧めしてます。例えばもう完全に男性しか買いません、女性しか買いませんみたいな商品であった場合は性別で分けるというところまでは賛成なんですが、基本的にはどちらにも関心があるものであればノンターゲで設定をさせていただくのをお勧めしております。メタで運用するときはそれを実施するだけで結構改善したりするのでおすすめです。はい、ありがとうございます。ご質問といたしましては、未経験の業界であったり、商材の提案資料を作る際に、CVR、CPA、あとシミュレーションをどのような情報を参考にして作られているのか、お聞かせいただきたいです。ありがとうございます。こちらが先ほどのお話で出てきたキーワードプランナーというツールであったりとか、あとはメタのオーディエンスインサイトというツールがございます。その他でいくとシミラーウェブであったりとか、ドックピットという、これは全然 Google もメタも関係ないツールなんですけれども、というものがありまして、そういったツールの部分をご利用させていただくというところと、今だとチャット GPT という非常に便利な生成 AI 系のツールがございますので、そういったツールに自分が未経験の業界で提案資料を作る場合は、まずその業界の主要プレイヤー3社を教えてっていうのをチャット GPT にお願いをして、出てきた3社が広告をどうやって打ってるのかというのを実際に検索画面で調べるであったりとか、メタであれば広告ライブラリというツールがあるので、その広告ライブラリというツールで競合はどうやって出稿しているのかというのを確認します。実際の CTR であったりとか、そこの部分に関してはキーワードプランナーであったり、これぐらいの CTR かなみたいなところを予想して CTR を入れていきます。あとはご予算感と CTR とキーワードプランナーでクリック単価が見えるんですね。300円とか400円とか見えるんですけれども、クリック単価の部分を入れると、あとは CVR 入れるだけで、要は CPC 割る CVR で CPA なので、で入れるだけで CPA が出ますと。でその CVR はどうやって出しているのかでいくと、これも今だったらチャット GPT であったりとかに平均の CVR どれくらいですかと聞いたりとかするのが早いです。ただ僕であれば基本的に過去自分で運用していた実績をもとにお入れさせていただくことが多いんですけれども、例えばストックスタン内であれば同じマキトル君のディレクターにご相談させていただくであったりとか、あとはそのご自身の友人の方にご相談させていただくであったりとか、認定パートナーの方に相談するとかもあるかなと思うんですけれども、そういった方にご相談をして CVR をある程度正確性を高めるみたいなところが重要になってきます。一般的には EC であったり、いわゆる B2C 系のところで商品単価が8000から1万円レンジぐらいのところに関しては 1% 前後の CVR が多いです。商品によって違うんですけど、業界とか一般的に 1% になっていることが多いです。それが例えば B2B の治療請求ですとかってなってくると 0.5 から 0.8 になってしまうこともあり、申し込む頻度が少ないもので、全く違う領域でいくと、例えばアプリであったりとかになると CVR が本当に 15-20% みたいなところで、場合によっては 30% 近くになっていくケースもあるので、全然ケースバイケースによって大きく数字が変わってくるんですけれども、事前にまず生成系 AI のところを使ってお調べをしていくよっていうところであったりとか、あとはその後にキーワードプランナーであったりとか広告ライブラリーであったりで競合の動向であったり情報を見ていくというところと、その競合の程度に関しては改めてチャット GPT さんに、うちの会社こんな感じなんですけれども競合ってどこですかみたいなのを聞いてみて、そこの精度を高める。そこまでいくと CVR 以外の要素は比較的出てくる。一応チャット GPT に聞いても CVR を教えてくれるんですけれども、出てくるので、あとはその精度を高めるのにご自身の過去の事例であったりとか、ご友人であったりとか、周りの同僚であったりに伺ってみるというのを推奨しております。今ので回答になりましたでしょうか。はい、ありがとうございます。本当はちょっとそれぞれのツールを実演したりとかしたいんですけど、ちょっと時間的に多分やっているとタイトになってしまうので一旦割愛させていただきます。コメント点とかありましたら気兼ねなく今回のチャットワークのグループでご質問いただけますと幸いです。先生、私があんまり広告のところ詳しくないんですけど、前から思ってたんですけど、広告運用他のソリューションに比べて他社との差別化のポイント少ないんじゃないかなっていうのが思ってて、例えばここに書いてあるような、まあ、近しい業種だったり商材の事例を持ってるかだったりとか、これはちょっと内野さんのご提案とか出席させていただいて、知識量のところだったりとかも事前に安心材料としてつながるんで、そこのあたりも差別化になったり、自分ごとあとそれこそ手数料率とか、そこら辺は他社と違い出せるポイントかなと思うんですけど、他の
ソリューションと違ってシミュレーションだったりとかも CPC だったりとかクリック単価っていうところが誰でも調べられて同じ数字が出てきたり、戦略の違いみたいなところもやってみないと調整の仕方だったりとか実際どういう流れで進めていくかみたいなところもなんか分からないなっていう部分があって、普段どういうところを意識して提案の差別化とか行ってますかっていうご質問です。手前で行えるところとご提案時に行えるところという2つのポイントで分かれるかなと思っておりまして、これだけコモディティ化が進んでいる業界ですので、僕がごめんなさい金融出身なので証券会社さんに例えさせていただくと、ネット証券でいくと楽天証券さんってやっぱポイントが強いんですね。マネックス証券さんって米国株が強い、松井証券さんって株主優待強いですみたいな話をしているんですけれども、それぞれごとで手前のところで自分たちはこういう感じの広告代理店ですみたいなアピールをしているケースというのは差別化要素として分かりやすいです。例えばストックさんの認定パートナーでいくと、川口さんはクリニック名人、クリニックの広告であったりとか SEO であったりとか施策であれば川口さんみたいな形で手前の部分のブランディングで差別化を図るというところは一つ大きな手法として大事かなと思っております。ここの部分にある種紐づくところでもあるんですけれども、例えば手前の部分のストーリーをつなげるのであればクリニックであったりとか業界であったり業種の部分を軸にするであったり、あとは AI を使ったクリエイティブ生成でクリエイティブ1000個作りますみたいなとかっていう代理店であったりとか、何か付随するプラスオンをしている要素をそのまま提案に生かすという部分と、ここから先がご質問のところによりリンクしてくるところなんですけれども、実際にご提案時に手前の差別化を特にしてなかったという場合に関しては、僕が一番大事にしているのはそのお客様の業界をめちゃくちゃ調べます。例えば今回受注に至った通信系のところの会社様があるんですけれども、通信系の会社様というところが受注に至った一番のきっかけが、その会社様の競合商品などどういうような動線 CRM を行っているかであったりとか、 EFO、LP を行っているかであったり、広告で出している媒体どういう媒体を出しているかというところの情報をふんだんにお伝えさせていただいたので、そこまで競合調査などもされているのであれば話が早いですねっていうところと、我々の業界に関して知見があるのでそこの部分のご説明不要ですねという安心感につながります。なので運用のスキルであったりとかクリエイティブであったりは比較的コモディティ化が進んでおりまして、比較が難しいところなんですけど、手前のあなたの会社様のことに関してめちゃくちゃ詳しいですよ、この業界に関してめちゃくちゃ詳しいですよっていうところは、先ほど未経験の際の提案資料を作成する際どうすればいいですかってところのご質問に紐づくんですけれども、めちゃくちゃチャット GPT を使って調べるであったりとか、実際にサイトを見て競合がどういう風になっているのかを調べるであったりとか、事前の競合リサーチの部分のこの量によって変わってくるのかなと思っています。あとは汎用資料でテンプレでバカバカ提案してくるような代理店さんもいらっしゃいます。そこに関してはオーダーメイドで提案書を僕がよく作るケースが多いので、そういった場合は一つの差別化になるかなというところ。自分ごと化の強さというのは正直提案以前の部分だと思うので、これは全員見守っておくべきだなと思っております。ここまでの部分のところ事前に業界調べました、提案資料しっかり作りましたというところを含めて、あとはテンプレ的な広告の知識、例えばキーワードインサーションを使いましょうねとか、アドカスタマイズを使いましょうねとか、品質ランクって大事ですよねとか、よくありがちな話とかあるんですけど、リスティングだとそういった部分のお話に紐づいてくるのかな。多分この話はどの代理店さんも本当にされると思いますので、知識でここにお願いしますというケースは意外と少なかったんです。これがコンテだった場合も最後の最後で手数料率の部分かなと思っていまして、手数料率の場合、僕は予算1000万円以下のクライアント様であれば、いや 1% 変えたところでですよみたいな、10万円変わったりとか、そこでこんなに効果変わりますみたいな話とかをさせていただくことがあります。ただ月間で5億円出してますみたいな会社様ですと 1% で結構バカにできない金額になりますので、その場合は差別化ポイントの一つとして社内協議のような形にさせていただいておりますというので、回答になりましたでしょうか。はい、ありがとうございます。本当にお客様に寄り添うというところが一番大事かなと思います。他のソリューションと比べて少ないは少ないなりに変えられるところで、頑張って事前の印象だったりとか提案時の交代だったりとか、そこら辺で差別化を図ってるっていうことです。おっしゃる通りです。それがですね、すごいたくさん書いてある品質ガイドラインっていう資料があるので、そちらご覧いただけるとお客様満足度が上がる気はします。ありがとうございます。業界に絞ったお話をお伺いできればなと思いまして、飲食業の広告の運用に関してなんですけども、飲食業もまあ単価いろいろあると思うんですが、想定をしているのが、まあ、客単価1000円から1200円ぐらいのラーメン店っていうところで、もうちょっと単価高いところだったら合うのかなというのも思ったんですが、まあ、こういったところで費用対効果合うのかだったりとか、飲食業だったらこういうところだったら広告運用をしてもある程度費用対があったりとか、お客様に貢献できるっていうようなところがありましたら教えていただきたいなっていうのが一つと、そういった店舗型のと
ところで広告運用するとなった時に最終的に来店をしていただくっていうのがゴールになってくると思うんですけど、なかなか来店したかどうかって計測とかできないのかなと思いまして、もしそういったお客様に対して飲食業だったりですとか店舗型のビジネスで広告運用することによってこう計測をこういうふうにしてお客様事業に貢献できたみたいな事例がありましたらぜひ教えていただきたいなと思いました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず一つ目の方につきましては、冒頭でお伝えさせていただいたものって紐づくんですけれども、広告を使わないでまずできることは全部やりましょうというところは僕は常にご提案してます。であの MEO であったりとか Instagram、Facebook の運用であったりとか、あとは YouTube であったりとか TikTok なども含めですね、特にラーメン業態のところでいくと YouTube、TikTok などというところも活用はできてくるかなと思いますので、それぞれの媒体というところ、無料でできる部分は全部やるべきだなというふうに思っております。例えばスブノキっていうすごい変わったサングラスをかけた油そば方がいらっしゃるんですけれども、その方は YouTube であったりとか TikTok にすごい露出をしておりまして、そこのブランディングの部分で、まあ、すごい賛否両論ある方ではあるんですけれども、来客数というのは非常に増えているのかなと思っております。なのでそういったまずは無料でできるところを全部やりましょうというのを僕はいつも提案をしていますという部分と、とはいえちょっと広告のご質問なので、広告をご実施される場合に関しては先ほどのちょっと回答と紐づいてくるのですが、僕は基本的にリスティング広告であったりとか、まあ、ご予算を買ったら全然 PMAX を使いましょうという話もできるんですけれども、もしご予算限られている場合はリスティング広告の検索ワードで例えば石川ラーメン塩とかそういうような形でどんずばのキーワードで設定させていただくことが多いなというふうに感じております。メタの広告などに関しても本当にエリアを絞ってターゲティングをして配信をするというところが、来店促進のキャンペーン配信という設定もありますので、それを行っていきますという部分でございます。で、今挙げた Google とメタなんですけれども、来店計測っていう機能がついてるんですね。これどうやって計測してるかでいくと、 Google であれば Google のアカウントでログインしている方で許諾をいただいているケースであったりとかサンプリングの部分で GPS と連動して、あ、この人広告見た後にここに行ったなみたい、見たというのはクリックした後ですね、に行ったなみたいなところが計測できるようになっています。でこれはメタも同様で、メタのアプリで GPS をオンにされている方でサンプルの部分からこの人は来店してるなしてないなというのを計測が行えるようになっています。これが来店計測の仕組みの一つ目でございまして、なので僕は Google とメタを実際来店促進で広告を行う場合、例えば美容室さんであったりとか歯医者さんであったりとかそういったところに関してもそのような形を使うことが多いです。2点目の部分で計測がもう2つできる方がありまして、もう1つが QR コードでひたすらクーポンを読み込んでいただく、例えば餃子50円引きとかチャーシュー無料とかっていうようなクーポンをそれぞれの広告でユニークに発行する、もしくはその Google はこれみたいな、メタはこれみたいので流用できるような QR コードにしちゃうと友達に画像をキャプチャー撮って送るだけでも使えちゃうので 100% の計測はできないんですけれども、毎回 QR コードをユニークに切り替えますみたいなものを提供している会社さんがございますので、そういったツールを使うとその人が Google 経由で来たんだなとかメタ経由で来たんだなを QR コードを介して計測ができるようになりますので、そういった形のクーポンの計測みたいなものも実施をさせていただいております。これが2つ目で、3つ目が最近あんまり聞かないんですけどビーコン計測というのがありまして、ビーコンをひたすらばらまいている会社さんであったりとか、ビーコンをそこの会社さんに置いた場合に、例えばプッシュ通知であったりとかそのビーコンに反応した方というところを広告経由のデジタルのデータと紐付けて、この人は広告経由のパラメータがついてる、この人はついてないみたいなところを判別して来店計測を作れるみたいな仕組みもあったりし、ただ後者2つに関しては別途広告費用とは別に料金がかかってきますので、基本的にはある程度チェーンで幅広く展開されている企業様でないと計測費の部分が結構圧迫しちゃうかなというところがあるので、もし広告を実施されて計測される場合は Google とメタの来店計測、他の媒体で使えるものもあるんですけれども、基本的には Google メタが相性いいのかなというふうに思っております。と今ので回答になりましたでしょうか。はい、ありがとうございます。勉強になりました。はい、恐れ入ります。新規で仕事を受ける際に、うちのさんの中で受ける受けないの基準あれば教えていただきたいなというふうに思っておりまして、私はこう新しいカテゴリーとかどんどん受けていきたいなというふうに思ってるんですけど、実際にまだやったことないジャンルでもすると受けるべきなのか受けないべきなのかって結構悩むことがございまして、もし受けないみたいな基準を設けているのであればぜひ詳細のルールを理解したいなというふうに思っております。ありがとうございます。僕のルールのところでいくと、おそらく他の企業様であったりとか他のディレクター陣と合わないなというケースがあるかなと思っています、はい。
この話をさせていただく前提として受ける受けないの基準点が変わる要素が大きく3つあるかなと思っていまして、1つ目が人、例えば関係値がある人だから受けるとか、縁故があるから受けるとか、あとはこの人が好きだから受ける、嫌いだから受けないみたいな人ベースのところと、もう一つが今の企業のフェーズに応じたところで、例えば年商が10億超えてますみたいな会社さんとかで行くと、10万円の案件を受けるとむしろ赤字になってしまう、社内のリソースの部分のその人の例えば人件費の方が高いから赤字になってしまうみたいなところであったりで、この金額以下を受けると厳しいよねという会社のフェーズによって変わってくるもの、規模感であったりとかっていう2つ目の要素。3つ目の要素に関してはスキル面かなと思っていまして、自身がここに経験したことがないので受けづらいであったりとか、それが業種なのか媒体なのかあれですけれども難しいという、そのスキルセット面の部分のネガティブな意味での受けないみたいな、この3つの部分があるかなと思っています。この受ける際の基準のところで分かりやすい人としては、2つ目に挙げさせていただいたところ、その企業規模のフェーズによって変わってきますよというところなんですけれども、大きく分けてこれもまた3つあるかなと思っています。1つが金額規模、お予算規模が大きいか少ないか、2つ目が実際の粗利の部分、予算規模はあるけれども例えば手数料が 5% ですなのか 20% ですなのか、それとも固定なのかっていうところ、3つ目の部分がスコープがどこまでか、例えば制作まで全部やってくださいっていうスコープなのか、場合によっては入稿するだけでいいですみたいなスコープなのか、3つの要素の部分が受ける受けないのところの基準点でよく判断される部分です。うちのの場合でいくと基本的には500万円以下は受けません、マージン 20% 以下は受けませんというスタンスで切り分けをしています。ただそれが今あくまで企業規模のフェーズにおいてという2個目の部分だけに限った話なので、例えば人ベースのところでいくと、うちの会社でいくと今予算が本当に5万円とか で手数料 5% の案件があったりするんですね。これは何かっていうと、1つ目の部分がもともとその人と関係値があったからやってますっていうところ、別の企業様で近しい、まあ、金額もちょい上がりますけど近しいような事例でいくと、将来的にこの事業伸びるよね、この会社さん伸びるよねっていうところは、将来的に運用予算額が全然増える可能性がある。これはどういうケースかでいくと、例えば会社自体はすごく大きいですみたいな、旧財閥系がやってますみたいな、三井住友がやってますみたいな会社なんですけれども、ベンチャーでできたばかりのサービスで全然予算がありませんみたいなところは、効果さえ合えば予算が何億って上がっていく可能性があるので、そういったところに関しては調整をさせていただいているみたいなところはございます。1つ目が人の部分と、2つ目が成長性の部分、3つ目のところに関しては本当にその人と相性がいいかどうかで、僕がすごい偏見みたいなところなので皆様に迎合されるかどうか怪しいラインなんですけど、いわゆるテイカーの方の仕事を受けないというところを人ベースで見てます。例えばもうお金払ってやってんだから何でもやれよみたいなスタンスでいらっしゃるクレス様というのも、やはりどうしても世の中一定数いらっしゃいますので、その人はもうそもそも人として付き合いたくないじゃないですか。例えばどんなに予算じゃ100億上げますと言われても僕は絶対断りますというのも、デメリットのが大きいのと、僕の場合でいくと法人なので、まあ、社員がやっぱ苦しんじゃうのは嫌だなっていうところから、そういった案件は断るようにしています。最後のところ、これご質問に起因している要素だと思うんですよ。スキルの部分に関してはメリットデメリットがあるかなと思いまして、お客様からするとやったことがない業界媒体なので実績悪化しちゃうかもしれませんっていうデメリットがあります。そこを払拭する要素は2つかなと思ってます。1つは他媒体の運用はめちゃくちゃできてますと、初めてやる媒体であったり初めてやる業種なんですけれども、この部分は本当に知識あるので騙されたと思って一度ご一緒させていただけないですかというスキルであったりとかを元にした部分、2つ目の部分がもう本当に人柄的な部分、やったことないっておっしゃってますけど例えば山内さんだったら信頼できるのでご発注させてくださいというようなケース、これが今までやったことないその媒体であったり業界であったりをトライする場合かなと思ってます。基本的に、まあ、人柄であったり言ってることの筋が間違っていなければそれだけで受注できるケースが大半かなと思ってます。ご自身で業界を広げていく、スキルを高めたいという要素の場合は手数料削っちゃいます。 20% で基本提示してるんですけれども、今回ちょっと 3% と 5% でやらせてください、もし効果良かったら 10% とか 20% に上げてもらえないですかみたいな感じでお話しさせていただくことが多いかなと思っています。あとは諸刃の剣なんですけど、今まで経験してきた業種が多い一番の理由がアドアフィをやってたんです。では成果報酬で広告回しますみたいなところをやっていたんですけれども、そこの部分の要素、これ何かっていうと業界勝手に自分で選べるんですよ。ただ効果が合わないと赤字になりますというところなので、ご自身の業界であったり経験の幅を広げるというところに関してはアドアフィであったりとかをトライして、あ、これぐらいのクリック単価なのかな、これぐらいの CBR なのかなみたいなところを見てみるのが一つの手かなと思っています。アドアフィはリスクも大きいので手数料率を下げるみたいなライトなところから、すごい人柄もいい方だと思いますので丁寧にご対応いただければお客様も初めてだけれども全然信じてお願いするよというふうにお返しいただける方かなと感じております。ありがとうございます。あります。
実際今僕がマキトル君で入らせていただいている案件についてなんですけれども、クライアント様の方ですでに広告運用は開始していて、途中から運用改善というか運用を巻き取らせていただくという形で入らせていただいている案件です。 Google のリスティング広告なんですけれども、広告グループごとにキャンペーンが分かれていて、自分の認識だとキャンペーンは一つにまとめて、その中で広告グループを紐づける形の方が、さっきの機械学習の話でもちらっとあったと思うんですけれども、コンバージョンデータが一つのキャンペーンにたまるんでいいのかなっていうのが私の認識なんですけれども、キャンペーンを分かれているところから一つにまとめるっていうのは実際やったことがなくてお伺いしたいのと思ってたんですけれども、現状のまま広告グループごとにキャンペーンを分けるメリットとか、キャンペーンを一つにまとめることによって起こるデメリットみたいな部分、初動の数値のブレとかはあるとは思うんですけれども、それ以外で何かあったりしますでしょうかっていうのをお伺いできればと思います。結論伝えさせていただくと、一つにまとめるべきかなと思っております。広告グループを分ける基準点なんですけれども、基本的にキーワードの重複、カニバリがないような状態にする。例えばありがちなところでいくと、レンタル Wi-Fi の部分位置とポケット Wi-Fi の部分位置ってどっちも Wi-Fi っていうキーワードで入札しに行ったりするんです。部分位置が別々の広告グループで別々のキーワードで入っていったとしても、結果同じキーワード食い合ってるみたいなケースがあったりするので、この広告グループの切り分けに関しては、調べるユーザーの全然属性が違うとか、キーワードの幅が全然違うみたいなところを一つの基準で言ってます。指名ワードと指名ワード、要はブランドワードと一般ワードの部分は分けるべきだと思うんですけれども、なるべくちょっと一つにまとめていく方がいいかなと思っております。一つにまとめていく場合、今入稿した時に部分位置もないんですよね。インテントマッチでしたっけっていうので、勝手になんかそれで設定されてしまって、後からフレーズ位置と完全位置に変えなきゃいけないみたいなところがあるくらい、ちょっとなんか面倒くさい感じにはなっているんですけれども、一つの広告グループに対して完全位置とフレーズ位置と部分位置全部入れちゃうような形で運用しても全然効果が最適化されてきます。このキャンペーン一つにまとめることのメリットに関しては、広告グループ単位で基本的には学習をしておりますので、その広告グループ単位で目標コンバージョン単価で運用するであったりとか、ティーロアス運用で運用するであったりというところを推奨しております。デメリットのところでいくと、既存で広告グループをキャンペーンを分けた状態配信をしている場合なんですが、そこで目標コンバージョン単価であったりとか、コンバージョン数の最大化の学習がすでに進んでいる場合は、広告グループをまとめたものに関をしていくと、実績がやはり悪化してしまうケースがございます。初動の数値のブレの部分をいかに抑えるかでいくと、僕がよくやるのは、最初から目標コンバージョン単価で運用せずに、手動クリック単価の部分でいかにして広告ランクを上げて、品質スコアを上げて、入札単価をもともと最適かかっている状態に落とせるかを最初手動で設定をしていって、でもしその後で、あ、このクリック単価までいったら大丈夫だねみたいなところが見えてきましたら、目標コンバージョン単価の運用に切り替えて運用するみたいなところが、数値のブレをちょっと早めに抑えられるかなというふうに思っているところでございます。今のでご質問の回答になりましたでしょうか。ありがとうございます。めちゃくちゃ自信持って提案これからさせていただきます。ぜひぜひ。前提として、自分はそんなに広告運用詳しいわけではない中で、一般的な単価感だったりスケジュール感みたいなのを教えていただきたいなというふうに思っておりまして、想定としては、例えば SEO とかでご支援させていただいているクライアントさんで広告運用やってみたいんだよねって話があった時に、だいたいこんな感じでできると思います、ちょっとできる人探してみますねっていうことを話したい時の、だいたいこんな感じっていうところの具体性を上げたいっていうところが想定になっております。よろしくお願いいたします。まず一つ目の広告運用より一般的な単価感スケジュール感でいくと、特産内の基準のところでいくと、30から100万の間ぐらいが多いのかなというふうに思っています。単価というところでいくと、手数料がだいたい15から 20% ぐらいになるので、10万円であれば2万円であったりとか、100万円であれば20万円というところが粗利の部分ですね。でよく挙げられる金額感になってます。スケジュール感のところでいくと、およそお打ち合わせから広告開始まで1ヶ月ぐらいというふうに言うケースが多いです。ただ作業の実務面的なところでいくと、気合を入れたら本当に1日で終わるみたいなところもあったりしますので、そこは実際に実務をやられる方であったりとか、やはり鈴木さんでそのスケジュール確保できるかどうかみたいなところが起因していく要素かなと思います。1ヶ月とお伝えしている一番の理由が、広告の実施をする場合に計測用のタグを入れるんです。そのタグを設置をいただいて、実際にそのタグがしっかり発火しているかどうかのテストを行うであったり、しっかりマークが配信をする際に学習に耐えれるほど溜まっているのかであったりとか、
そういったところが起因してくる要素なので、基本的に1ヶ月は研修期間で置いた方がいいかなと思っております。まあ、早めようと思えば本当に1日でできたりもすることはできるので、ここはちょっとクレント様の温度感と案件をどこまで優先したいか、金額が大きいので1日でも早く配信したいですとか、そこの優先順位であったりで変わってくるところなのかなと思っています。一般的には1ヶ月というふうに捉えていただけます幸いです。例えば運用月額10万円くらいで1ヶ月目は10名、2ヶ月目は実際の出向スタートなどというのが、おおよそはこのようなスケジュール感かな。早めの会社ですと大体2週間、一般的には1ヶ月というような捉え方をしていただけますと幸いです。お客様とのミーティング中に国民の人数があり、大体こんな感じでいくと、金額感でいくと多分10万円っていうと嫌がる運用者の方が多いと思うので、2万円返ってこないので、10万円の案件と100万円の案件ってやること実はあんま変わらないんですよ。100万と1000万だとちょっと媒体が増えたりするのが変わるんですけれど、基本的には30万円以上とか6万円の手数料はお渡しできるような形の方が、実際に運用実施される方も喜ばれるかなと思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。本日に関してはこれにてちょっと以上にさせていただこうと思っております。勉強会はここまでにさせていただいて、本日のこの動画を見ていただいて、内野さんにぜひお問い合わせしたいですって方は概要欄からお問い合わせください。本日以上にて締めたいと思いますので、皆さんありがとうございました。すみません、ありがとうございました。